はいどうも、ふめだおです。今回ですけど、9900万ダウンロード記念セレクトボックスはいつ来るのかということで考察やっていきたいなと思います。まずはですね、過去の記念セレボを、軽く振り返っていこうかなと思います。9800万ダウンロード記念がですね、先月来まして、ジョアンの鏡、アリエルブランダーとユキエルということで、ペアツム2体と、常駐ですねが来ましたよと。まあ他にはまあこんな感じのラインナップでしたよという感じでございます。でその前の9700万ダウンロード記念でもペアツム2体、ですね、ラプパスとマイサリーで、あとシンデレラが入っている、セレボでございましたよと。残りはこんな感じでございますと。9600万ダウンロード記念セレボも、ペアツム2体とマジョマレですねということでね、まあ流れ的にはもう全12種の、ペアツム2体と、ペアツム2体がまあ必ず入ってきてると、ここ直近では。っていうところで、まあ、9900万ダウンロードもね、まあ、おそらくペアツム2体になるんじゃないかなとは思います。はい。で、その1個前が9500万なんですけど、ここからね、変わるんすよね。9500万。あ、9500万までは一緒だ。ペアツム2体と、ユキエルですね。9500万までは全12種でペアツム2体でずっと来てるんですけど、その前ですね、9000万ダウンロード記念セレボっていうのがあったんですけど、ここからダウンロード記念セレボが開始しております。でそのこれがちょっとね面白くて、もうすぐ9000万ダウンロード記念っていうセレボもあって、いやもうすぐつけるんかというところで、ワンチャンもうすぐ1億ダウンロード記念セレボっていうのもあるかもしれないよね。ね。っていうところもちょっと楽しみかなと。はい。あるかもしれないっていう楽しみですね。はい。っていうところです。で、まあ、このね、9000万ダウンロードセレボはですね、この時は全26種だったんですよ。はい。で9500万と9000万では全26種と全12種ということで、まあ、そこの違いがありますよというところです。まあ、あとはね、まあ、ペアツムが来るっていうところではね、まあ、共通点で、やっぱり記念セレボではペアツムを推してるのかなと思います。まあそうですね、まあ、新ツムのペアツム来てもさ、普段 2% の確率なんで、そこではねなかなかゲットできないんですけど、まあ、こうやって全12種とか、まあ、全26種でもですね、2% よりかは全然上で、ゲットできますので、まあそういった点ではね、記念セレボでペアツムゲットしていくっていうところでね、まあ、皆さん結構、引いてる方が多いんじゃないかなと思います。まあ、そもそもね、強いツムかなり復活してるんでというところでね。はい。じゃあ今後の9900万ダウンロード記念セレボ、いつ来てどんなのが来そうなのかっていうところをですね、今から考察していくんですけど、これね、ダウンロード記念の期間ですね、ちょっと見ていこうかなと思います。2016年から、一応記載があったんで、自分が確認したところ、6000万ダウンロード記念セレボ、じゃね、6000万ダウンロードが、2016年6月23ですね。で、その次が6500万、500万ダウンロードで、だいたい5ヶ月後ですね、に来ておりますよというところです。早いっすよ、この時のペースは。500万が5ヶ月っす。で、その次2017年6月なんで、ここがちょっと長くて7ヶ月かかって500万増えましたよと。で次ね、7500がなくて一気に8000万までね、行ったんすよね。これが2018年の11月30日ということで、まあ、約1年半でこんぐらい行きましたよと。で次、8500万ダウンロード記念はですね、1年半か。これも1年半ぐらい。1年半どころじゃないな。2年近いんか。違うな。1年、2018、19、1年ちょいっすね。11月なんで、1年3ヶ月ぐらい、1年2ヶ月ぐらいか。っていう感じで500万ね、ペースが早いんですけど、ここからですね、9000万ダウンロードセレボっていうのがあって、2020年から、21年のところで、
ここでも500万増えてるんですけど、まあ、2月なんですけど、2020年のね、セレボが来たのが2021年の3月なので、どんぐらい間空いてんだろう。まあ1年半ぐらいかな。でやっぱり、まあ、500万、正式の500万はこっちかって考えると、まあ1年やっぱ1年半とかか、まあ、そんぐらいかかってますよという、1年半弱ぐらいかかって500万増えてますよというところです。はい。なんでペース的にはね、こう500万ずつね、増えていくにはこんな感じの期間なんですけれども、100万ですね、ここは9500万、次の9500万までもがね、かなり長かった気がするんですけど、あ、でも変わらんのか。それでもやっぱ変わんないっすね。1年半ぐらいで9500万なんだ。あ、じゃあペース結構早いんすね。自分が思ってるより早いんかな。でその後の2022年で9500万来たんですけど、9600万っていうのが次いつ来たかっていうと2023年の3月なんですよ。でこれだいぶ100万増えるのにめちゃくちゃ時間かかったんですよね。ここが8から3なんで、9、10、11、12、1、2、3なんで、7ヶ月かかってるんですよ。100万増やすのに。なんで、こう、そう考えると、今後1年で200万で、2年で500万ぐらい増えるんじゃないかという、そんな目安が立てれるんじゃないかなとは思うんですけど、ここからですね、7ヶ月空いてたんですけど、その次の、100万増えるのがですね、めちゃくちゃ早くて3ヶ月なんですよね。はい。で、その後、また3ヶ月で100万増えてます。はい。ここの期間めっちゃ長かったんですけど、それ以降、100万はね、3ヶ月で増えておりますというところで考えるとですね、次、9900万ダウンロード記念セレボが来るのは、もう12月で間違いないんじゃないかなと思います。これきちいな。これ三が日前に9900万、もしかしたら年明けにするかもしれないですね。いや、どっちなんだろう。先に9900万を12月か1月なんですけど、このペースでいったら、しかも iPhone が9月にね来てるんで、まあ、実質10月ですけど、まあ iPhone とか、あとは Pixel とかもさ、確か端末が増えてるじゃないですか、新規の。そこでダウンロードが増えてくると思うし、今ランキングでも20何位とかにいるんで、絶賛ダウンロード数は伸びてると思うんですよ。そうなってくるとね、やっぱり12月には多分達成してるとは思うんですけど、三が日前に出すのか、三が日後に出すのかっていうところがね、まぁ、ちょっと気になるところでございます。まぁ、これが一個前に来て、めちゃくちゃもういいのが来てしまうと、まぁ、ちょっと三が日前にコイン減っちゃうっていうところもありますので、やっぱね、記念セレボですね。まぁ、ちょっとペアツム欲しいっていう方はですね、ちょっとコイン稼ぎ、まぁ、三が日とは別に、用意しておかなきゃいけないかなと思いますので、コイン稼ぎね。皆さん頑張っていきましょう。はい。ということで以上で終わりたいと思います。皆さんの9900万の、いつ来るかっていうところのね、予想もね、ぜひコメントで教えてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイ。